リアです。ユナです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。はい、じゃあ今日の企画は目隠しコール対決です。イエーイ。エコの持ち込み企画です。ありがとう。じゃあまず2ペアに分かれて、2、2ですね、分かれて、1人は目隠しで、1人はちょっと怪我とかしないようにサポートで、ヒントは教えちゃダメですよ。はい、それでコーデしてもらって、目隠ししてもらう方が着てみて感想を言うみたいな流れになっております。ではコーデ対決のテーマを発表します。はい、テーマは冬のお出かけコーデ。お、ちょっと自信あります。目隠しする方決めますか。ユナが目隠しします。導きします。私目隠しします。ユクは導きします。じゃあコーデいきます。せーの、どうぞ。制限時間15分、よーい、スタート。よし、目隠し、イエーイ。じゃあ私は何的まで行きたい。トップスが欲しい。トップスね。なんかさ、ニット系ない？ニット系、ニット系 OK。 ニット系ちょっと連れてって。あ、なんかあったかそうな。これは黒、どの色選んでもこれはいいかな。で、これ
あなたいいの選んでる。終了。行ってきます。どこから行きたいですか？冬コーデだよね。トップス。トップス。トップス行きます。どういうトップスがいいか。ボリューミーな。ボリューミー。ボリューミー。アウターなし。アウターなし。冬なのに。まずこちらから。これトップス全部。そう。どんな形にするの？でも生地は一緒なんですよ。そう、ここで大体一緒だね。他も見たい。全く想像つかないです、色とか。ここがふわふわです。これは高そう。何色だろう。え、わかんない。他のも見たい。それはこちらで。あ、じゃあ他のも見たい。じゃあ怖い。ここなんかこれ表面をよく触ってほしい。表面。あ、そう、そこ。何これ、胸ポケットかな。あ、これ多分ちょっとピンクラテっぽいデザインだと思う。あ、そうですね。ちょっと冬っていうことで締めていきたいので、後ろの方の色を。じゃあ15分しかないんで大丈夫です。これです。これです。じゃあ次はボトムス選んでいきたいんですけど、スカートと、スカート。なんかここにザラザラがあったから、これ柄じゃないと思うんですよね、このトップス。なのでチェックとかのスカートにしたいと思います。切り返しありました。見てないけど。で、チェーンがある。え、かわいい。これ絶対色わかんないけど、これにします。他に小物とかって。え、靴みたい。これは多分スニーカーですね。あ、ちょっとこれ革って感じの質感ですね。あ、でもこれが結構そんなガーリーとかお嬢様系じゃないので、ラフなの。はい、革系じゃないのよ。これは何だろう、ブーツかな。これを選抜しました。あ、でもスニーカーもいいな。こっちにします。なんかここは胸元にジャラジャラがあるので、ネックレスしたらちょっと邪魔かなと思ってイヤリングしたいと思います。じゃあカメラは、カメラは結構かっこいい系にしたので、そんな大きくなくて、カールとかモコモコじゃないのがいいですね。これでいいですか？こっちです。あ、今そっち。はい、これです、これです。なんか触ったらちょっと大きくないなと思ったので、こういう小ぶりなものにしました。小ぶりかわかんないけど。はい、なのでちょっと出てきてもらいたいと思います。せーの、エコーアイヤー。見ていいですか？せーの、どん。え、かわいい。これ普通にいいじゃん。くるっと回っていただいたりとかして。はい、このね、あのジャラジャラがついてるんで、下はなんかチェック欲しいって、トマトのチェックだったんですよ。でもちょっと想像と違ったのが、なんか中が黒でここだけチェックだと思ったんですけど、全部チェックでした。でも柄と柄になってないし、結構シンプルで冬っぽい感じにできたと思います。合ってるし、全然いい、本当にいいと思います。目隠ししたのに。これ
まずね、私ね、冬だからニットが欲しいんですけど、赤のね、今日はね、ゲットしました。あ、生地で。そう、しかも黄色。ここくっついてるもん。そう。カバンとか口になってるし。イヤリングもね、ダーリーだけど。あ、おそろい。あ、ほんとだ、ユーチ。スカートもそれ。まあ、イエーイ。でですね、特にね、まあ、こだわったっていうか手触りで頑張って選んだのが靴なんです。ローファーてたよ。ローファーが欲しくて、あのガーリーだと思ったし、ニット取れたなって思ったので、ローファー欲しくて手触りでこうやってたのローファーだったんですよ。このイヤリングは白だったらちょっと可愛い系で、金、うん、だったらかっこいい系にも使えるかなって感じですか。じゃあどうでしょう、勝敗はね、エコが良かったか、アリアが良かったか、コメント欄でお願いします。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。